アブラージュ・アルベート・タワーズは、サウジアラビアのメッカにある、超高層ビル群である。戦闘高601メートルのホテルタワーは、世界で3番目に高い超高層ビルであり、世界で4番が目に高い自立式建造物である。アブラージュ・アルベート・タワーズは、601メートル、260メートル、260メートル、250メートル、250メートル、240メートル、 240メートルの7つの超高層ビルからなる複合施設である。240メートルの2棟は2007年と2008年に先行して開業しており、2012年にすべてのビルが竣工し完全に開業した。一番高いホテル棟の高さは601メートルであり、サウジアラビア発となる500メートル以上の超高層ビルである。完成時点で、 台北市の台北101を抜いて、ドバイのブルジュハリファに次ぐ世界で2番目に高い超高層ビルで、ブルジュハリファと東京スカイツリーに次ぐ世界3番目に高い自立式建造物となった。2019年現在は、上海中心に次ぐ世界で3番目に高い超高層ビルとなっている。 延べ床面積は150万平方メートルに及ぶ。かつて長く世界記録を保持していた、オランダのアールスメールバナ市場よりも51万平方メートルも大きく、2008年10月にオープンし、単一の構造物として、世界一の床面積となっていた土イ国際空港のターミナル3をもしのぎ、世界一の床面積となった。2013年7月には、 新世紀環球中心が生都市で開業したことで単一ビルの床面積世界最大の座は譲ることとなった。また、総工費は約150億ドルと世界歴代最高額である。アブラージュ・アルベートモールという巨大ショッピングモールも内部に含まれている。デベロッパーは同国最大のゼネコンのサウジビンラーディングループである。 メッカロイヤルクロックタワーホテルと呼ばれるホテル棟の高さは601メートルで2016年現在ドバイの JW マリオットマーキスドバイホテルを抜いて世界一高いホテルである。またホテル棟の上部に設置された時計は直径46メートル、昇進の長さ23メートルで世界最大であり25キロメートル先からも視認できるように設計された。 200万個の LED が用いられている。時計台としても世界最高。時計台の上部は展望台、さらにその上部は93メートルの先頭となっており、先頭の最上部は23メートルの三日月を抱いた純金のミナレットとなっている。ビル内部には4階建てのショッピングモールがあり、約1000台分の車を収容する駐車場もある。ビルの中には、 大型のホテルがあり、10万人が一度に宿泊できる。二つのヘリポートもあり、会議場もあるため、国際会議を行う場としても活用が可能。すぐ向かいには、カーバやマスジド・ハラームがあるという歴史的な場所に、面している。闘ビル建設にあたり、オスマン帝国時代に建てられた遺産である、アジャド要塞を破壊することになるため、サウジ国内やトルコなど国外からも批判もあった。 しかし要塞は取り壊され、その下にあったブルブル山も平らに整地された。メッカには毎年500万人以上のイスラム教徒が巡礼に訪れるため大規模な宿泊施設が長年設望されてきた。東ビル完成はイスラム教徒の悲願とも言える。英語版には171万3000平方メートルとある。拡張されたか118万平方メートルが 間違っている可能性あり。ありがとうございます。